はい、どうも、レッドコンプレックスです。今回はまたガチスカ紹介ですね。まあ、そんなにメンバーは変わってないっちゃ変わってないんだけど、まあ、結構試合も重ねてて、まあ、ここはこうした方がいいかなっていうところ、結構あるんで、まあ、そこら辺を考慮した、人選フォーメーション解説していきたいかなと思います。このようにね、選手は試合に関する動画じゃんじゃん上げていきたいと思ってますので、めちゃくちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、はい、こちらがガチスカになります。まあセパハンかな。フォーメーション的には結局ここに戻ってきましたね。いろいろ使ったんだけどね。まあ他にそんなに言うことはないので、GK の方から解説していきましょう。まず GK、クルトワ。まあここは強いと思う GK を入れてあげてください。個人的にはね、守備的 GK がいいんじゃないかなと思ってるんで、まあいつも言ってるけど、ピーター・シュマイケルかクルトワ。センターバック2人、左がビッグタイム・トミヤス、右が指名契約リューディガー。まあ、ここはね、冨安はね、センターバックがいいと思う。なんかもう本当に細かな理由はないんだけど、本当体感そんな感じがするんで、センターバックで入れてて。で、もう一人のリュディガーに関しては、今週というか今日か。今日来た、月曜の CS のレアル CS のリュディガーの方がちょびっとだけ強いらしいんで、もし指名契約リュディガー持ってない方はそっちをね、確実に獲得しておきましょう。まあ、替えの選手で言ったら最近来たこのマルディーニとかもいいんじゃないでしょうか。まあ他は今週 C だけどルーベン・ディアスとかね、そういった選手を入れてあげてください。ちなみになんだけど、プレイスタイルオーバーラップはちょっと微妙かもしれない。だいぶ上がってきちゃうからね。サイドバック左が、習慣のカマビンガ、右がパバール。まあここは守備的守備的。最近すごい守備してて思うのが、無印攻撃的だと、やっぱ裏取られちゃうかな。だいぶ早めに気づいて選手下げてもそれでも間に合わないことがちょっとあるんで、これ守備的の方がいいなと思って、どちらも無印から守備的に変えました。で、育成方法とかなんだけど、まあ特にはまあいつも言ってるけど、スピードフィジカル80以上、まあカマビンガに関しては、守備能力以外にもね、ダブルタッチだったりワンパとか持ってるんで、守備的ではあるものの意外と攻撃参加もしてくれるんで、まあそこら辺もこなせる選手を入れてあげてください。まあ、替えの選手は酒井とか、もしセンターバックに使わないのなら冨安とかね、入れてもいいかもしれません。DMF アンカーでパック・ファビーニョ。まあ、ここもそんな変わらずというか、まあ、本当はザカリアが一番いいんだけどね。今週はファビーニョが A なんで、もう替えを入れる必要がないっていうのがちょっとでかいですね。なんで今週はファビーニョ一択という感じじゃないでしょうか。OMF の二人が、左が、ビッグタイムネイマールの、右がビッグタイムガビ。ここはチャンメプラス2列目の飛び出し。どちらも2列目、どちらもチャンメはちょっとあんまりって感じでした。あとこっちを CMF にして無印で使うっていうのもちょっと個人的にはあんま合いませんでしたね。で、この2人はどちらも共通してダブタ持ちがいいんじゃないかなと思います。できればね、両足使えた方がいいですね。なぜかっていうと、例えばこっちのサイドからこうボールをパスしていって、ここでガビが受けた時にね、そしたらやっぱ相手は絞ってきてるんで、ラッシュの方にマークついてる選手が多いんですよね。相手のサイドバックとかでも結構中央というか三笘サイドの方に寄ってきたりするんで、そうなるとここのコマンがねフリーになってくれるんですよ。なんでそういった時にすぐにパスを出したいので、体の向きがね若干あれでも逆足が使えるような選手だから、これこそガビ最高最高なんでいいと思いますし、トラップもあんまりでかくならないような、ドリブルもできるような選手を入れてあげてください。替えで言ったら誰だろうね。まあ、チャンメ2列目どちらでもないんだけど、クライフにダブタをつけたなら結構ありかもしれない。あと、ロナウジーニョもありだよね。ロナウジーニョにダブタをつけたならありかもしれない。もうみんなスキル追加が前提になっちゃうんだけど。まあ、エピックとかそういうのじゃないので言ったら、このオタビオはね、本当におすすめしたいね。習慣はチャンメも2列目もどちらもいるんで、どっちか使ってあげるっていうのは結構おすすめですね。で、両ウィング、左がショータイムミトマ、右がビッグタイムコマン。ここはそこまで、プレイスタイルは気にしてないです。ウィングストライカーはウィングストライカーなんだけど、まあ、インレシ以外っていうところを考えたら、まあ、誰でもいいかなと思います。まあ人によってはこれどちらかをね ST にして起用してるっていう人もいると思うんだけど、個人的には ST はあんまり微妙でした。まあどちらも最初はこうサイドにちょっと張り気味にいてほしいなっていうところがあって、まあサイドを広く使えるっていうところ、そこら辺でも結構評価したいんで、そういう選手を使ってて、まあドリブラーですね、一番は。ダブルタッチ持ちはもう、まあ、ダブルタッチ持ちじゃないとダメなんじゃないでしょうか。そしてスピシュンがないとね。で、まあ欲を言えばピンポイントクロス持ってたら嬉しいですね。まあクロスゲーをするわけじゃないですけど、選択肢の一つとしてピンポイントクロスって大事だと思うんで、僕はねコマンにスキル追加でつけました。もう一つピンポイント余ってるから三笘にもつけようかなってちょっと考えてるとこなんだけど、まあ、そこら辺は皆さん臨機応変に使える選手を入れてあげてください。まあ替えの選手で言ったら、まあ今週 A なんでこのムバッペとか、もしくはスルーパス持ってる習慣のムバッペとか、
で俺的には結構好きなんだけど、サディオマネとかもね、今週 A なんで使ってもいいかもしれませんね。これ両サイドいけるからね、まあ、この選手いるだけでベンチに咲きすぎない、選手を咲きすぎないっていうので、この選手もいいところなんで、まあ、両サイド使える選手を1人入れておくっていうのは結構おすすめですね。でワントップ、ビッグタイムラッシュフォード、これはねもう俺ラッシュ取るかちょっと本当に迷ったんだけど取っちゃいましたね。ダブタ持ちで足も速くて決定力もあってっていうところで、でこのトップのところはあのライブレがいいと思います。僕はしばらく長い間フリット使ってたりしたんだけど、やっぱねここら辺からの一発っていうのは結構相手も読みづらかったりするんですよ。例えばインターセプトとかをめちゃくちゃ狙ってくる、センターバックをこの CF の前に入れられたりしてパスカットをね狙ってくるような人っていると思うんだけど、そういう守備の仕方はね全然いいと思うんだけど、そういう方って逆に裏を、裏ケアをちょっと怠ってるというか、そこまで注目がいってない人が多いんで、一発裏っていうところも選択肢として持っていきたいですね。そういった部分でフリットとかだと、まあたまにねあの裏抜けしてくれるんだけど、してくれないことも結構多いんで、そこら辺はライブレがいいかなと思いますね。でまあできればポストプレーできるような選手がおすすめです。え買いの選手で言ったら、まあムバペは言わずもがな、エトーも結構おすすめです。はい、それじゃあ最後ね、ベンチの方軽く紹介していきましょうか。まずドクペドリ、こちらの選手はまあ今週 C なんだけど、あの結構信頼してるんで、ネイマールのとこをね、買いで入れてますね。でジョタ、まあ週間のジョタは、今週 A なので、三笘の調子が悪かった時に前半から入れたり、まあ、後半からも全然入れることはあります。ピックカカはね2列目の飛び出し、 OMF ガビの替えで入れてて、まあ、特殊ダブルタッチにしてるんですよね。エラシコを、スキル追加でつけたんで。そしてビッグタイムムバペ、まあ、ここは CF のとこの替えですね。主に場合によってはねこのウィングのとこでもたまに使ったりはするんだけど、まあ、大体 CF かな。ちなみにスキル追加でスルパスつけてるんで、ワンパスルパ持ちの、ムバペになってますね。でビッグタイムレアオン、まあ、レオンっていうのかも。この選手は CF の替えですね。基本インサイインレシなんで、このサイドでは使わないんだけど、まあ場合によっては、人によっては、ライブレよりかはこういった無印で使える選手がいいんじゃないかなっていう時はたまにあるんで、そういう時は CF で使ったりしてます。そしてビッグタイムメッシ、最近ねメッシ僕2体持ってて、あの最近作り直したんですよ。それバチクソ強くなったんであのウィングで、コマは結構体力がないんですよね。70後半とかなんで結構すぐバテちゃったりするんで、まあ、後半頭から入れたり、場合によっては調子良ければ前半から入れたりしてますね。たまに OMF でも使います。そして酒井、まあここは守備的サイドバックなんでパバールの替えで入れてます。ちなみに使ってる監督はゲールノートサイツラ監督で、チームスタイルはショートカウンターです。